ソ々音楽は、ドイツの作曲家、パウル・ヒンデミットが1936年に作曲した、ビオラと、弦楽合奏のための組曲である。イギリス国王ジョージ5世に検定された。ヒンデミットの独奏ビオラと、弦楽合奏、あるいは管弦楽のための作品は他にも、白鳥を焼く男、室内音楽第5番などがある。英語での題名、モーニングミュージック、または、 フューネラルミュージックは追悼音楽または葬儀音楽を意味するが作品は主にドイツ語大のタワムジークで知られている1936年にイギリスで演奏会の準備をしていたところイギリス国王ジョージ5世の不幸を知りその追悼のために書かれた作品初演は同年にヒンデミット自身の独奏によりロンドンで行われた独奏ビオラと 弦楽合奏全部で4楽章からなり、演奏時間は8分から9分ほど。ラングザームルイッヒベベイクトレープハフトコーラル、フィアダイネントラントレットイッヒヒアミット、ゼアラングザーム。ありがとうございます。